クレモナ。クレモナは、イタリア共和国ロンバルディア州にある都市で、その周辺地域を含む、人口約7万2千人の基礎自治体、コムーネ。クレモナ県の県都である。大川中流の左岸にある、ハと発音される。日本語文献では、クレモナのほか、クレモーナとも記される。クレモナ県中部のコムーネである。クレモナの市街は、 ポーガワ中流の左岸、ピアチェンツァの東北東、約2 8トル、パルマの北西約4 4トル、ブレシアの南南東約 48km、州都ミラノの東南東約7 5トルに位置する。隣接するコムーネは以下の通り、括弧は県名略記号。クレモナが最初に歴史に登場するのは、紀元前4世紀頃、ポーガワ谷にたどり着いた、 ガリアイコールケルト系のケノマニ人の定住地としてである。しかし、クレモナの名はおそらく、より古い定住者の時代に遡る。クレモナの由来は、多くの風変わりな解釈が与えられており、古代に関する研究を混乱させた。現代の学者らは、ロシアのクレムリン、クレムリンに含まれる、クレム、クレムに、繋がりがあると見ている。クレムリンは、高い地面を表しているので、 周りは湿地であったことになる。紀元前218年、古代ローマが、ポウ川の北にあるその場所に、初の軍事的前哨地点を築いた、コロニアので、その古い名が残った。クレモナと近郊のプラケンティア、現在のピアチェンツァ、ポウ川南岸はケンソルタルガイウス・フラミニウスの、尽力により、同じ年に作られた。ローマ族集ガリア・キサルピナとなるのを見越していたことが、基礎にあった。 クレモナは急速に北イタリア最大の町の一つとなり、ジェノバからアクイレアを通るポストミア街道が主要道であった。それはガイウスユリウスカイサルへ軍を供給し、彼の支配から利益を得た。しかし、後にクレモナはアウグストゥスと対立するマルクスユニウスブルトゥスと元老院を支援した。彼らは紀元前40年にもクレモナの土地を没収し、 自分の部からに再配分した。著名な詩人ウェルギリウスは、クレモナで学校教育を受け、その土地を没収されてしまっていたが、後にこの時活動した土地は返還された。死の繁栄は、紀元六69年まで続いた。二度目のベドリアクムの戦いで、ウェスパシアヌス軍によってクレモナは破壊された。当時、ウェスパシアヌスは、対抗するウィテリウスと皇帝の座を巡って戦ってた。 クレモナは、ウェスパシアヌスの支援を受けて再建されたが、かつての繁栄を取り戻すのに失敗し、6世紀まで歴史から姿を消した。しかし、ゴート戦争の最中に、東ローマ帝国の軍事的要所として、再浮上することとなる。ロンゴバルド族がイタリアを6世紀半ばに征服した時、クレモナは、ラベンナ総督領の一部として、東ローマ帝国の要所のままであった。 市は北西に向かって拡大し、城塞の外側に大規模に堀の作られた駐屯地が生まれた。603年、ロンゴバルドをアギルルフによってクレモナは征服され、再度破壊された。クレモナはブレーシャとベルガモの二つの広告によって分割された。しかし615年、新民をキリスト教に改修させる意図を持つ、敬虔なカトリック教徒であるロンゴバルドをひよでりんだ、は、 クレモナを再建し、再度司教を据えた。死の管理権は、次第に、司教のものとなった。カール大帝のイタリア征服後、クレモナ司教は神聖ローマ帝国の進化となった。このことから、クレモナは権力を増大させ、その繁栄は揺るぎないものとなり、クレモナ司教の幾人かは10世紀から11世紀に、かけ重要な役割を担った。司教、理由とプランドは、 ザクセン朝時代の宮廷の一員であり、司教オルデリックは皇帝オットー三世からクレモナの強力な徳を獲得した。クレモナ経済は古い東ローマ帝国の要塞外に川港が作られたことでさらに沸騰した。しかし、司教ランベルトと司教ウバルドは市民と異いを起こした。皇帝コンダーアート二世は 若いローマ教皇ベネディクトゥス九世と共に、1037年に、クレモナへ入り居酒屋を終わらせた。皇帝ハインディ・ヒヨン世時代、クレモナは皇帝と司教が要請した過酷な税の支払いを拒否した。言い伝えによれば、偉大なゴンファロニエーレ、ゴンファラニーナ市長、ジョバンニ・バルデシオは皇帝自身と決闘したという。ハインディ・ヒヨン世は、馬から落ちて負け。 死はその年の税である 3kg もの金製のボールを免除された。金のボールは、ジョバンニの恋人ベルタに、彼女の持参金として与えられた。クレモナが自由になったという最初の歴史的な知らせは1 9 9 3年以降であり、反皇帝派を率いるカノッサ・ジョハク・マティルデのとへ、ローリ、ミラノ、ピアチェンツァ同様に加わった。対立はハインリヒヨンセイの敗北と、 1九9 8年の有名な教皇ウルバヌス2世に対するカノスサの靴で終わった。クレモナは近郊の都市クレマ周囲の土地を事業インスラフルケリア、インスラフルカーとして獲得した。この時から新たなコムーネが領土拡大のために近郊都市へ戦争を仕掛けるようになった。1107年、クレモナはトルトーナを征服したが、4年後に軍は ブレッサノーロ近くで大敗北を起死した。多くの北、イタリア諸都市のように、市民は二つの対立する派に二分された、強硬派と皇帝派。ゲルフ、強硬派は新たに獲得した都市で優勢であり、ギベリン、皇帝派は、従来の都市で優勢であった。二つの派は、ゲルフが二つ目のコムーネ宮殿を建てるほど和解が、できなかった、現在もあるパラッツォチッタノ場がそれである。 新しい都市宮殿の意味。フリードリヒ一世が自身の総主権を主張しようとイタリアへ押しかけたとき、クレモナはミラノの支援を受けて反乱を起こしたクレマに対し皇帝の指示を得る目的で皇帝側についた。その後の勝利と皇帝側についた姿勢が1154年に死独自の効果を鋳造する権利を持つに至った。1162年。 皇帝とクレモナ勢力はミラノへ猛攻撃を加え、破壊した。しかし1167年に死は体制を変え、ロンバルディア同盟に加わった。クレモナ軍は皇帝軍の一翼を担っていたのであり、1176年5月29日、レニャーロの戦いでフリードリヒ一世を敗退させた。しかし、ロンバルディア同盟はこの勝利の後長く続かなかった。 1213年、カステレオーネで、クレモナ軍は、ミラノローディクレマノバーラコモブレーシャの同盟に、敗退した。1232年、クレモナは、皇帝フリードリヒ二世と同盟を組んだ。皇帝は再び北イタリアの創始国タランと乗り出し始めようとしていた。コルテのオーバの戦いでは、クレモナ軍は、勝者側となった。そのために、フリードリヒ二世は、クレモナで、 しばしば宮廷を開いたのである。しかし、パルマの戦いで、ギベリン側は、帝滞敗北を喫し2000人を超えるクレモナ人が捕虜となった。数年後、クレモナは、パルマ軍を敗退させたことによって、仇討ちをした。軍は、ウンベルト・パルダビチーノが率いており、彼は、パルマのカロッチを、戦闘馬車、チャリオットを捕まえ、敵に恥をかかせる証として、 その後数世紀にわたって、敵のズボンを大聖堂から釣り続けた。1301年、トルバドゥールのルケットガッティルシオが、クレモナのポデスタ、最高、権力者となった。この時代のクレモナは繁栄し、人口は8万人を突破し、2001年時点の人口6万9000人よりも多かった。1266年、パンラビチーノはクレモナから追放され、 彼の後継者、ブオソダドバラが、市民連合を管理するのを断念した後に、ギベリン支配は終わった。1271年、民衆隊長、コピータのデル・ポポロの地位が創設された。1276年、シニョリアは、カバルカボ公のものとなった。彼の後を1305年に、息子グリエルモ・カバルカボが継ぎ、グリエルモは1310年まで権力を保持した。この時代、 多くの大建築物が作られたり修繕された。クレモナ大聖堂の時計塔、ロマネスク様式のサンフランチェスコ教会、クレモナ大聖堂の高社楼、ロッジア・デー・ミリティがそれに含まれる。その上、新聞画網と共に農業が非常に盛んとなった。スードの外国軍侵攻後、皇帝ハイ肺ヒナラ7世が1311年に行った、ものが有名、カバルカボケ支配は、 さらに権力のあるビスコンティ家のガレアッツを一世、ビスコンティがクレモナで地位を語った,たことで終わった。ビスコンティ家支配は一世紀半続いた。ビスコンティ家の死にうれは1327年に皇帝ルートビヒ4世によって1331年にはボヘミア王ンによって1403年には短期間だけカバルカボケが復活し妨害された。 1406年7月25日、カブディーノ・ホンデロ隊長が雇い主であるウバルド、カバルカボとカバルカボ家の男性ら全員を殺害した。そして、クレモナを手中に収めた。後に彼は、非常事態に対応できなかったことが暴かれ、ホンデロは、ビスコンティ家が金貨4万フローリンを支払うことで、クレモナを割上した。フィリッポ・マリーア・ビスコンティは、自身の死レセれュ修セを作った。 クレモナはミラノ王国の一部となり、イタリア統一運動まで運命を共にした。ビスコンティ家と後のスフォルザ家の下で、クレモナは高い文化と宗教の発展を経験した。1411年、パラッツォチッタノーバにアラオリヌの商人の大学が置かれた。1441年、死はフランチェスコスフォルザとビアンカマリーアビスコンティの婚礼の地となった。 神殿はベネディクト会によって建てられ、今日はサン・シギスモンド教会となっている。その折、新たな通りが設置された。後にそれは有名なトローネ、トロネとなった。ルドビーコスフォルツァは大聖堂、サンタ・アガタ教会とコムーネ宮殿の数カ所の大建築物を支援した。1446年、クレモナは、 フランチェスコ・ピッチニーのルイージ・ダル・ベルメの両コンドッティエーレ軍によって取り囲まれた。包囲戦は、ベネツィア共和国からのスカラムッチアだホルリ軍到着後引き起こされた。1499年から1509まで、クレモナは、ベネツィア共和国の支配下に置かれた。アニャデドの戦い、カンブレイ同盟戦争で、イタリア同盟が勝利を収めたことで、クレモナは、 ミラノ公国へ返還された。しかし、ミラノは、ノワイオン条約、1516年の元スペイン王国に返した。クレモナは1524年に、サンタクローチェ城が降伏した時だけ新たな支配者の藻に落ちた。2年後についに、マドリード条約と共に、フランス王国がミラノ公国から追われ、その後クレモナは長くスペイン支配を受けた。これは、ロレンツォ・トロッティによる、 大聖堂のポーチのロッチや1550年、またはサンシロ協会の建設とアントニオ・ジアルギーニによるセポルクロ1614年といったさらなる就職の下にならなかった。スペイン支配は平凡なものだった。1628年の飢饉に直面することなく、1630年の国史病流行に当たらず、広告は スペイン継承戦争の最中の1701年に短期間のフランス支配を受けた後、翌1702年のクレモナの戦いで、フランス軍はオーストリア軍の奇襲を受けて敗北。1707年4月10日にオーストリアのハプスブルク家のものとなった。クレモナの経済は田園部で生産される農産物に深くつながっている。重工業には製鉄、 石油プラントと発電所がある。川港は、ポーカワ沿いの物産を運ぶ、平底船の基地となっている。食品加工品には、塩漬けの肉、菓子、トローネ、蜂蜜と卵白を使ってできたヌガーの一種、モスタルラ、果物をマスタード風味のシロップにつけたもの、植物油、チーズとイタリア産マスタードが含まれる。クレモナは顕著な音楽の歴史を持つ。 12世紀にできた大聖堂はおそらく中世後期にこの一帯の音楽活動を組織した場所である。16世紀までに町は有名な音楽の中心地となった。現在、重要なルネサンス及びバロック音楽のアンサンブルがある。そして音楽活動においてもクレモナはイタリア最重要の都市の一つであり、続いている。作曲家マルカントニオ・インジェニエリは クレモナで教鞭をとっていた。クラウディオ・モンテベルディは1591年にマントバエタツマ・エンジェニエーリの最も有名な生徒であった。クレモナ司教、ニコロス・フォンドラーティは、反宗教改革の熱烈な支援者で、1590年には教皇グレゴリウス14世となった。以後、彼は総じて音楽の熱心な講演者となり、音楽という目的が徐々に大きくなることで、 街の名声を高めた。16世紀から、クレモナは、楽器製造の中心として、名高くなった。これは、バイオリン製造のアマティ家、アマウティに始まり、後に、バイオリン製造のグアルネリ家、ガルネリ、アントニオ・ストラデバリの店がこれに含まれた。現在に至って、彼らの作品は、弦楽器製造の頂点に達したと広く見なされている。 これらの楽器製造産業は一旦衰退していたが、独裁者ベニートムッソリーニの保護と奨励により、復興した。多くのイタリア諸都市同様、クレモナではサッカーが好まれている。クレモネーゼは何年もセリエ A でプレーしている。その中の主要メンバーであるアリスティー・デグアルネリ、エミリアーノ・モンドニーコ、アントニオ・カブリーニ、ジャンル・カビアリラはすべて、クレモナかその近郊の出身である。 陸路の場合、アウトストラーダで B に A21 a、トリノピアチェンツァブレーシャカを利用する。クレモナ駅には、マントバ、ブレーシャ、ベルガモ、フィデンツァなどへの路線がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。